カゴアとパコッターだって。パコってないです。じゃあパコリを誘われたこと何回ある？あ、それはもう配信中とかに LINE が来て、でトイレでなんか香川さんからトイレに、あの FC2 とかに香川さんがトイレ行くんですよ。でその間に LINE が来るんですよ。で見せてっていう。何見せて？え、おっぱい見せて。で見せた？あ、ちょっと。超ウケる。じゃあ、そういう香川さんがそういう性癖なんですよ。面白いな。あの、うん、どんどん言え、どんどん言え。あの香川さんの性癖で、あのその配信中にトイレで、あのね、オナニーするんですよ。え、配信中にちょっとトイレ行ってくるわって言ってオナニーするの、あの人？そう。おお、で、おっぱい送れと。そう。でもうなんか本当1分ぐらいで、あーってか言って。ああいいよとか言って、うん、ありがとうっつって、で終わる、終わるんですよ。超早いんですよ。くっそ面白いさ。でもう3分くらいですぐに配信戻ってきて、賢者モードで配信続けんの？続けますよ。そのまま何事もなかったようにオナニーして、はあ、女性リスナーにおっぱい送れっつっておっぱい送ってもらって1分でオナニーして、はあ、でさあって言ってくれて、そうですよ。くそ面白いな、ほんとに。ウケるな。おっぱい何回送ったの？何回？でも、2、3回だったの。結構なんか FC2 に行ってた時あって、香川さんが。知ってる、知ってる。1年ぐらい前ね。そう。でその時に、うん、なんかあのトイレ行ってくるって言って、うん、なんか、うん、トイレあ行ったんだと思ったら LINE かかってきて、うん、すぐ見せてすぐ見せてって言って、うん、でなんかオナニーして、うん、でまた戻ってくる。え、何それって動画でってこと？写真じゃないの？ LINE 通話の動画？動画でおっぱいを見せて向こうがしこってるのを見てるの？ずっと。いや、しこってるのは見えないんですよ。じゃあ声とか聞こえてくるの？声は聞こえてくる。しこしことか聞こえてくるの？そうそう。何それ？おーとか言って、あ、いいよとか言って。やべえな、性癖すげえ。香川さんかっけえ。なるほどね。それをだから多分あの休憩行ってる間にいろんな子に LINE してるんだと思う。ああ、今日は誰にしようかな。そうそうそう、すげえな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。